はい、こんにちは、花太郎です。明けましておめでとうございますと。で、今日はですね、今、料理動画なんですけど、これ大根を煮てますね。まあ、初めてのね、新年、2021年、初めての料理って、これ大根の、まあ、半分ぐらいですかね、を入れます。綺麗ですよね、こうしてみるとね。これ、ハーウェイでね、撮ってるんですけど、スマホで撮ってるんですけど、で、最近よくやってるのが、なんか肉の塊っていうか、なんだろうな、骨付き、なんか肉みたいなやつですね。これをちょっと余ってて、これをここにポコッと入れるんですよね。ちょっともう溢れそうですけど。まあ1個か2個ですよね。お好みのサイズで入れて、これですね。これがね、干しエビですね。韓国スーパーで買ったんで、フィリピン産だと思うんですけど、これを一応まあ出汁代わりにちょっと適当に入れて、あとは火を止めるのを忘れないようにするっていう、ね、こんな感じなんですけど、意外と美味しいですね、うん、これとこれ、あ、そうですね、日高昆布ですね。ここから開けたときに、いいですね。日高昆布。高すぎる。ちょっと逆ですみません。危ないな。日高昆布。はい、そんな感じですね。これを、なんとなく、この辺で、切って、入れて、あとはちょっと今切らしているんですけど、うん、干し椎茸ですね。これも大体は常備してる感じですね。これを入れてただ煮るだけでなんとなくできると。あとはまあこう炊けてきたら、普通のみりんですね。みりん。一応料理動画だから、どうやって作ってるか説明。酒ですね。酒。はい。と、あれ？みりんの酒。みりんの酒だ。これ買わないとダメだ。これもうあんまり入ってないんで、これちょっと買わないとダメだ。このお酒ですね。これをなんとなく入れて、やってればできると、うん。そんな感じですね。まあ、もしかしたら出来上がったところのやつ、ちょっと撮るかもしれないですけど、撮んないかもしれません。ということでね、今年もよろしくお願いいたします。花太郎でした。失礼します。